スリランカの仏教は、スリランカ人口の約70%が信仰しており、2012年では1422万人の信徒を持つ。スリランカ憲法第9条において、仏教に第一の地位を与えると明記されている。しかし仏教が公的には国教ではないことは確かである。南伝仏教とも呼ばれるスリランカの仏教は、分別節部の流れを組み、 パーリゴ教典を報じるジョーザブ仏教と称する仏教であり、新原人を中心に信仰を集める。ミャンマータイなど、東南アジアに広まったカミザブ仏教は、このスリランカの仏教が起源である。ビクサンガのシステムが堅持されており、出家者はビクの戒律を守り、瞑想修行を通じて、ネハンへの到達を目指す。北伝仏教の大乗仏教側からは、 個人の悟りを優先する、症状仏教と呼ばれることもあったが、この後は別称である。7歳を過ぎれば、誰でも出家ができるが、多くの者は10歳前後に得度式を受けて提発し、10回を授かって、サーマネラという見習い像になり、指導像について修行して10年ほど経つと、ウパサンパダーを受けて、正式な僧侶になり、227回の遵守が義務付けられる。 出家そのものは誰にでも可能だが、シャムハは教団への加入を、ゴイガマカーストに限定している。一般の者は、不摂生、不摂等、不邪淫、不毛語、不飲酒の誤解を守り、ビッグサンガに帰依して、食事や日用品を寄進する不正を通して、苦毒を積む。一般の人々は、苦毒済みによって、来世でより良い地位に生まれ変わると信じている。 仏教とは月に4回あるポヤの日には八回を守って寺院に参経し経験に過ごす。特に満月の日が重視され寺院で僧侶の説教を聞いて苦毒を積む。5月の満月はウェサックといい仏壇の生誕、浄土、涅槃が達成された日として盛大に祝う。6月満月はポソンといい仏教の伝来を祝う。 7月から8月のエサラ月から2期2月にかけては、各地でペラヘラと呼ばれる祭りが行われ、特に旧王都の仏師寺を中心に行われるキャンディ、エサラペラヘラは盛大である。象の背中に、フツシャリやヒンドゥー教の神の象徴である武器を乗せて、巡行し、雨を祈ったり収穫に感謝する。現在では仏師に対する祭祀であるが、祭りに仏師が加わったのは1775年からで、 以前は、キャンディのヒンドゥー教の守護神であるナータ、ビシュヌ、カタラガマ、パッティニの神々を祀る祭司であった。原生利益は、ビシュヌ、カタラガマ、パッティニ、サマンなどの仏教寺院内に、必ずあるヒンドゥー教の神々を祀る神殿で祈願するのである。また民家でも、仏像とヒンドゥー神を同時に祀っていることが一般的なことであり、信者は両方に、 お参りすることが習慣化していて、日本のかつての神仏集合に似ている。雨暗挙の終了後のカティナや葬式に際しては、僧侶はピリットと,という森主教典を唱える儀礼を行い、信者は現世での安脳を得たり、死者の駆逐転送を行う。先生術が盛んであり、国の主要な行事や祝祭日の日時は、先生術によって選定されるものも多く、 僧の得度式などの日取りなども先生術の判断で決められる。国家あるいは政治と仏教のつながりが強く、最高位の僧であるマハーナーヤカの就任は、スリランカ大統領が命じることになっている。新しい政権や国会議員は主要な仏教像から祝福を受けることが慣例となっている。軍にはスリランカ陸軍仏教協会があり、仏教僧たちは、 スリランカ軍を祝福する儀礼も行う。仏教はインドからスリランカへ、紀元前3世紀に伝来したとされる。ディーパーアンサや、マハーワンサなどの年代記によれば、インドのアショーカ王の王子のマヒンダが、王都のアヌラーダプラの東方にそびえるミヒンタレー山でデ、デーワーナンピアティッサ王と出会い、王が仏法に敬したことに始まると伝承されている。 紀元前247年の6月の満月の日であったとされる。王はアヌラーダプラに大寺を開き、そこで分別節部の流れを組む仏教が完成されていった。現在でもアヌラーダプラには、少女の跡や多くの仏塔が遺跡となって残っており、アショウカ王の妹のサンガミッターが、インドのブッダガヤの母大樹の分子をもたらしたとされる、聖なる母大樹が崇拝されている。 5世紀に建てられたアウカナブッダその後、大寺派は、紀元前1世紀から4世紀にかけて、スリランカにおける仏教のトップとしての地位を常に脅かされることとなる。紀元前89年、ワッタガーマニヤバヤオによって、昔小山寺が解散されるが、この寺は、大乗仏教を受け入れた昔小山寺派として、大寺派と対峙した。また、 両僧院の対立の中からギタ派や支持派が生まれ、三派定立の時代を迎える。四世紀に大寺派と昔小山寺派の間で宗派間の争いがあり、それによって大寺派は破壊された。また昔小山寺派の僧侶たちも、結果的には島から追放されたとマハーワンサにある。しかし、その後の北拳の仏国旗によれば大寺派や、 昔小山寺派と呼ばれる相談があったとある。他の二派が大乗仏教や密教を受容していったのとは、対照的に大寺派では5世紀にインドから訪れた仏教学者、注釈者であるブッダ合サがパーリ語経典の全般にわたる注釈や正常道論という論章を表すなどして、立場をより強固に確立していった。十二世紀に入り、当時の王であった。 パラッカマバーフ一世によって、大事派が正当と認められ、他の二派が弾圧されたことで、スリランカの仏教は再び大事派に統一されることになった。現在、スリランカでは、大乗仏教は途絶え、寺院の遺跡が残るのみである。スリランカの各地には、ポロンナルは、シーギリや、ダンブッタ、キャンディなど仏教に関わる遺跡や寺院が残り、世界遺産に登録されているところも多い。 12世紀から13世紀にかけて、スリランカから東南アジアに大事派の仏教が伝来し、現在でもその伝統は根強く維持されている。スリランカでは、その後、16世紀以降のポルトガル・オランダ・イギリスによる植民地化によって仏教が衰え、18世紀からタイやビルマの仏教を介して、カミザブ仏教を復興した。現在は、の3つの宗派に分かれているが、 いずれもタイとビルマにちなんでいる。まずシャム派はタイのマハーニカアイのウパーリ長老一行がキールティスリー、ラージャシンハオによって招請され、1753年にジグ式が行われたことで成立した。しかし、インド由来のカースト制が独自の形で根付いていたシンハラ人社会の混乱を懸念した王は、ジグ式への参加を最上位のゴイガマカーストにしか。 認めなかった。このことが続く、アマラプラ派成立の契機になった。シャム派の制限を受け、非、ゴイガマカーストの人々は、ビルマの首都アマラプラへ赴もけ受け具式を受けた。その後帰国し千8 0 3年に自具式を開始した。こうしてアマラプラ派が成立した。カースト制限を設けるシャム派にも、村中で飲酒にまみれるアマラプラ派にも満足、できなかったアンバガハバテーサラランからは、 独自に、ビルマイとおもむき、授具式を受け、帰国5864年にラーマンニャ派を設立した。森林修行、戒律自由し、理想主義的な思考を特徴とする。ラーマンニャ派は、当初はアマラプラ派内の改革派といった程度の存在だったが、新地学協会がもたらしたスリライカ国内の宗教改革の波に乗って、勢力を拡大した。 1881年には、スリランカへの不妊経験を持つ英国公務員リス・デイビッツによって、ロンドンにパーリー聖典教会が設立され、その観光物によって、カミザブ仏教やパーリ語教典は、世界的に知られるようになった。19世紀のイギリス植民地下では、シンハラ人を主体とするナショナリズムの交流に伴って、仏教が復興され、 シンハーラ仏教ナショナリズムが生み出され、後のタミル人との対立へと展開する要因となった。その中心となった人物は、アナガーリカ・ダルマパーラであった。スリランカの独立後、次第に北部や東部に住むタミル人との対立が深まり、民族と宗教が結びつけられて、仏教とのシンハラ人対ヒンドゥ教とのタミル人という、言説に読み替えられてきた。双方の政治的、 武力的対立は26年にわたる内戦を引き起こし、2009年に終結するまでに死者8から10万人、難民28万人という大きな犠牲を生み出した。スリランカ内戦は宗教戦争だと明言された指摘も参見される。イリノイ大学のフランシス・ボイルは、これらはアパルトヘイト国際条約に違反する犯罪であると指摘している。ありがとうございます。